ご視聴いただきありがとうございます。東京のヘビです。今回も新しい情報が出ましたので、いや今回は情報というか正確には現段階ではリークでしかないのですが、私が最も気になる部分でしたので動画にしました。皆様もこの世界最高のビデオゲームと言われているマーベルズスパイダーマン2がこの先どうなっていくのか一緒に期待しながらご視聴ください。そして今回新たに出た情報なのですが、それはシーズンパスについてです。確かにマーベルズスパイダーマン1ではシーズンパスはありましたし、最近のゲームでは当然の権利のようにありますからね。むしろプレイしている私たちからすると早く出してくれというのが正直な感想です。リークで伝えられているシーズンパスは全部で3つ、これも前回と同じですね。まあ信憑性があるというか安易と言いますか。ですがその3つの内容の情報も出ておりました。3つのうち2つはそれほど興味を引かれませんでしたので今回は省きますが、そのうちの1つはカーネイジです。マーベルズスパイダーマン2はベノムの話ですので、原作を知っている方からすると次はカーネイジという流れは予想できますし、むしろそうでないと困るぐらいです。劇場版ベノムも2はカーネイジの話でしたからね。マーベルズスパイダーマン2発売から間もなくカーネイジがダウンロードコンテンツで来るはずだと世界中で声は上がっていました。ゲームをプレイしている方からするとピーターとハリーの共闘という形になりますから、原作のエディと共闘してカーネイジと戦うという展開とは違った物語に期待は高まります。ですがゲームをクリアした方からすると、どうなりますかね。共闘できるでしょうか。そしてメインストーリーではなくサイドミッションでありましたフレイムとの戦い、この戦いのラストでフレイムはクレタス・キャサディであることが判明しました。この方がカーネイジになります。なのでプレイしたユーザーが次はカーネイジだ、DLC でカーネイジだと騒ぐのは当然の流れだったわけです。そして今回リークでシーズンパスの情報が出て、そのうちの一つがエクストリームカーネイジというそうです。ただですね、今私がいるこの場所、この動画を作成する前に一度プレイし直そうとフレイムのサイドミッションをクリアしたところです。このクリア後のユリ、今回はレイスとして出てきましたね。このユリのその後も前作をプレイした方は気になっていたのではないでしょうか。まあレイスになるんでしょと察している方が、まあ、正直多かったですけどね。クリア後にユリがフレイムを見つけたら連絡する、何年かかるかわからないみたいなことを話すんです。この何年かかるかわからないというのがまさに制作者のセリフなのではないかなと私は思いました。つまりカーネイジが登場するのは数年後に発売するマーベルズスパイダーマン3ですというメッセージではないのかと思ったんですね。しかし以前こちらの動画でもお話ししましたが、ユーザーが望むのであればベノムが主役のゲームを制作すると話しているんですね。これは前作でいうマーベルズスパイダーマンマイルズ・モラレスのような追加ソフトとして出すのではないかと思います。というかもう作っていると思ってます、私は。はい、すごい期待してます。頑張って制作してください。そしてこのベノムが主役のゲーム追加ソフトでカーネイジが登場すると私はそう考えているんですね。もしかしたらベノムの宿主も本来のエディに交代する物語が描かれるのではないでしょうか。いや楽しみですね。ですので今回シーズンパスのリークが出まして、しかも意外に細かく内容の情報が出てきましたので、シーズンパスでカーネイジ出してしまっていいのかと正直ちょっと不安になりました。カーネイジが出ること自体はもう確定ですからね。中身はすでに出てきているわけですね。果たしてシーズンパスの一つとしてなのか、それともベノム主役のゲームその敵としてか、いやいやマーベルズスパイダーマン3まで待ってくださいなのか、スパイダーマンベノムに続き大人気のキャラクターカーネイジ、今から楽しみで仕方ありませんね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。